今日の試合はまだ一つも逆転が起きていない、常にジャイアンツリードというゲーム展開ですが、1点のビハインド、この試合をひっくり返せば今シーズン8試合目の逆転勝ちということになります。9回の裏、操作に代わってピンチヒッター金城が起用されました。初球はストライク。おっとベースに当たってるか、ファールの判定です。これはベースに当たってバウンドが変わるかもしれません。審判団が4人で集まります。抗議に来た原監督の抗議は聞かずに審判団4人で協議です。判定覆りました、アウトです。金城ファーストゴロでワンアウト。今度は一塁側ダグアウトから中畑監督出てきました。一塁塁審のファールのジャッジがあったので、その判定覆ったところでの抗議、今日の塁審は一塁が中尾です。今は確かに一塁塁審中尾はファールのジャッジでした。しかし球審の敷田が、これはフェアではないかということで審判団4人での協議を行いました。球審敷田、塁審一塁中尾、二塁木内、三塁玉口、この4人の審判団です。で、原監督が抗議に出ましたが、その原監督の抗議は聞かずに審判団4人での協議でした。ここです。これバウンドが変わったのは一塁キャンバスに当たっていたからに見えました。ベースに当たれば当然フェアです。これは放送席から見ているとそのようには見えましたが、しかしこのファールのジャッジが一度あったことに対してそれがフェアに変わったということで、この中畑監督の抗議も気持ちはよくわかります。これ当然ファールのジャッジでバッターランナーの金城が走るのをやめてもおかしくないわけです。そして金城はアウト、ワンアウトです。審判の球審の敷田の説明です。ただいま一塁塁審と球審で、差し違いがありましたが、フェアなのでアウトとして試合を続行します。球審がフェア、そして塁審がファールの判定、その差し違いがあったがフェアなのでアウトとして試合を続行するという説明がありました。これ一塁キャンバスにボールが当たっています。で、
野球のルールではキャンバスよりも内側は内側、つまりホームベースよりは球審に審判の基本的な権限があります。そしてベースの外側、ベースよりも外野寄りの打球というものはこれは塁審の判断になります。一塁ベースに当たった打球でした。結局判定はフェアでアウトとなりました。金城倒れてワンアウト。バッターボックスには途中からマスクをかぶっている鷹匠が入っています。ワンアウトランナーなし。10対9、その差はわずかに1点です。9回の裏ベイスターズの攻撃。初回に5点を取られた一方的な展開になりかねない試合を、その裏すぐにブランコと中村の連続ホームランで2点差まで迫りました。その後7点ビハインドまでなりましたが、7回の裏には7連打があります。2アウト満塁というチャンスがありましたが、ここでも追いつくことはできませんでした。9回の裏中条を選んでいます。カウント2ボール2ストライク。2人目、そして3人目マシソンとつないできましたジャイアンツです。いい当たりだ。中条ショートの頭上を破りました。レフト前ヒット。中条にヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁。アウトコースのボール見事に振り抜きました。同点のランナーが出て、そしてここでピンチヒッターに後藤剛利が起用されます。白崎に代えてピンチヒッター後藤剛利が一振りで逆転サヨナラという場面になります。今シーズンここまで3割6分4厘、ホームラン1本、打点2つ。まさに切り札後藤剛利を持ってきました中畑監督。初球は低めに外れています。ワンボール。リードを守りきることができるかどうか。9回の裏ベイスターズ逆転なるか。決まった、ストライク。148キロのまっすぐでした。ツーボールワンストライク。ワンアウトランナー二塁一塁。逆転のランナーが出ました。ベイ
ました。ワンアウトランナー二塁一塁、そして今日ホームランを打っている、先ほどもライト前にもヒットを打って2打数2安打という田村に打順が回ります。ここでジャイアンツは川口コーチが出てマウンドに行きました。今日は8回は山口が投げましたが、その山口も2アウト満塁というピンチを招きました。かろうじてその場をしのいだジャイアンツ、9回西村ですが、西村もワンアウトから高城と代打後藤に連打を許しました。ワンアウトランナー二塁一塁、9回の裏驚異的な粘りを見せるベイスターズ。20歳になったばかりの高城が二塁です。そしてもう活躍できなければいつ終わってもおかしくないと話していた最高潮に上がっています。横浜スタジアム、空振り、151キロのまっすぐでした。田村空振りでボールカウントワンエンドワンです。そのきっかけになったのは田村の第2号ツーランホームラン、代打ホームランでした。空振りでワンボールツーストライクです。7回の裏、代打で登場した田村がその初球を捉えて第2号ツーランホームランでした。